任務報酬を資料にまとめたわ。肉まん何個ぐらい？はい、これよ。ご視聴ありがとうございます。今回もですね、展示人になります。アズレンです。ミメヨイさんからで、任杯食欲の夏、任杯サマーハングになります。よかったら見ていってください。先日、同じミメヨイさんからですね、妹のピンハイが発売されまして、私も開封動画を投稿させていただいたんですが、最近姉ちゃんのニンハイもですね、同じく水着異世界で予約が開始になりました。そして展示になりました。これかなり前にフィギュア化決定だけは告知されてたんですけどね、ついにデコマス公開、そして予約開始になりました。ミメヨイさんってフィギュアキャラによって販売のルートが変わるんですかね。前回予約開始になったルマランなんかは結構取り扱うお店さんが少なかったみたいなんですが、リンハイは結構多いんですよね。検索するとたくさん出てきました。今後増やすんですかね。あとはキャラによって絞ったりするんですかね。予約時にはちょっと気をつけないとなわけですが、これピンハイやルマランと一緒でパーツが少ない、TF エディションっていうのがあるんですよね。で、前回のピンハイだと東京フィギュアさん限定くらいだった気がするんですが、今回は5店舗くらいでその TF、軽装版が予約受付っていう感じらしいですね。で、今回の任杯ですが、私はですね、買います。ピン杯がめっちゃ良かったんですよね。そして揃えたいっていうのもありますかね。ということでですね、私はもちろん通常版の方を予約する予定です。ミメヨイさん出来もいいし、コスパもいいと思うんですよね。今のところか分かりませんが、軽装の TF エディションなんか1万円なんですよね。で、通常版でも税抜きですが14,300円、予約割引なんかあるのでだいたい14,000円くらいで買えるんですよね。で、造形もいいですし、塗装ももちろん良かったですし、あと台座なんかもアクリルなんですよね。もっと高くてもいいような気もしますが、いや嬉しいですよね。予約します。で、私もですね、美少女フィギュアに特化して大好きっていうわけではないんですよね。他のも好きなのでいろいろ投稿してまとまりのない感じにはなっちゃってるんですが、でもちょいちょいこういった、YouTube 的にも結構ギリギリラインのフィギュアをですね、たまには投稿していくのでよろしくお願いします。アズレンフィギュア基本的にアウト寄りなんですよね。で、そしてこのニンハイなんかも、姉ちゃんだからかピンハイに比べても、スタイルが断然いいので余計 YouTube さんに目をつけられそうなんですが、ほどほどぐらいで今後もですね、投稿を続けていきたいと思います。そんなわけで今回のニンハイ姉ちゃんですが、とても良さそうな感じで安心しました。で、ですね、よかったら妹のニンハイ、私開封動画少し前に投稿してますので、一応説明欄にリンク貼っておきますので、よかったらぜひ見てみてください。で、本当ミメヨイさん新規メーカーながらもデコモス通りの本当素晴らしいフィギュア作ってくれるので、個人的にかなりおすすめができます。で、そしてアズレンフィギュアを今後すごいたくさん発売予定なんですよね。ですので、本当気になる方ぜひ注目してみてください。個人的に一押しメーカーさんです。ということで以上になります。今回はミメヨイさんでアズルレン、任杯食欲の夏、任杯サマーハンガーの展示でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。姉ちゃんは疲れた時、肉まん食べると機嫌よくなるよ。月間もどう？